ヤキマ軍はアメリカ合衆国ワシントン州の南中部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は243,231人である。軍庁所在地はヤキマであり、軍内では最大の法人家自治体である。軍名はヤカマ族インディアンにちなんで名付けられた。ヤキマインディアン居留地は広さ1,573平方マイルあり、 全米で15番目に大きな居留地、かつ、軍内面積の36%を占めている。居留地人口は2000年時点で3万1799人であり、その最大都市はトペニッシュである。ヤキマ軍は1865年1月21日にファーガソン軍から分離して設立された。ファーガソン軍は1863年1月23日にワラワラ軍から 分離設立されていた。セラ近くのカジュエにアメリカが州国国政調査局によれば、軍域全面積は4312平方マイルであり、このうち陸地は4296平方マイル、水域は15平方マイルで、水域率は0.36%である。ヤキ間軍は、ワシントン州の軍では面積に2番目に大きな軍である。その広さは、 デラウェア州とロードアイランド州を合わせたよりも広い。山脈に取り囲まれているので地球上で最も天候を予測することが難しい場所だと言われている。軍内最高地点はアダムズ山であり、ワシントン州でも第2位、カスケード山脈でも第3位になっている。アダムズ山、軍内最高地点ワシントン州は、 アメリカ合衆国のワイン生産量でカリフォルニア州に次いで第2位である。1983年に設立されたヤキ間バレーワイン生産地域は州内最古の農業地帯である。アメリカワイン生産地域に公式に指定された中では第3位の広さであり、州内のワイン生産量の40%以上を算出している。面積が広いコロンビアバレーワイン生産地域の中に 入っており、三つの小さな生産地域に分かれ、それぞれが独特の幸い条件にある。すなわちレッド山、スナイプス山およびラットルスネークヒルズの各ワイン生産地域である。ブドウ園66万5000エーカーの中で1万1120エーカーは2008年に植樹されたものである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。出展。 ありがとうございます。